どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルは、このちっちゃいウクレレでどんな方もあっという間にね、簡単に楽しく音楽が楽しめるようになりますよということで、日々レッスン動画公開しております。今日もレッスン始めていきましょう。いつものように、ブラックビューティー G ラボのブラックビューティーウクレレと初めてウクレレで、レッスン始めていきますけど、この初めてウクレレ Amazon でね、即ゲットできるようになってますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、今日のねレッスン課題曲はですね、こちらの曲です。ドーン、リッキー G さんの AM8.59、午前8時59分と、こうレゲエでちょっとこうリラックスした感じの、これ独特の世界観、ウクレレにすごくこの世界観が合うんですよ。はい、ちょっとやっぱボーカルはですね、ラップっぽい要素もあるんで、なかなかこれやりがいはあると思うんですけど、この曲はですね、コードがね5つなんですけど、もう循環コードといって、ずーっと同じコード進行を回してる中で、こう歌でねこう表現をつけていくというような感じの曲でございまして、ぜひ取り組んでもらいたいです。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレ超シンプル簡単バージョンです。演奏は簡単ですけど、さっきも言ったように歌のねリズム感、これがポイントになります。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはそれでもやっぱりリズム、かっこいいリズム、ご紹介していきますので、2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ、皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。皆さん、私音楽不器用できっと無理だと思います。音楽楽器チャレンジしたけどできなかったですという方、ガズレレだったらすぐできますからね。世界で一番簡単なウクレレ教室、どんな方でもすぐできます。やってみたいなと思った方、概要欄にウクレレの始め方、URL 載ってます。そこのプログラムに沿って動画見ながら触ってたらすぐできますからね、始めていってください。そしてこのガズレレではですね、課題曲も2000曲ぐらい取り上げてるんですよ。ある程度基本を回ったら、やっぱどんどん自分が好きな曲をやって、それで練習した方がいいと思うんですね。そんな時に、皆さんの大好きな曲とスペースガズレレというような感じで YouTube で検索するときっと出てくると思います。自分の好きな曲でどんどん音楽盛り上げていきましょう。そんなわけで、始めてまいりましょう。今日のテーマソング、リッキー G さんの AM8.59、 8時59分。まずはシンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。 1,2,3,4。歩いてきた道ポチポチ引き返してみて、同じ歩幅で一歩一歩振り返ってみる。そう、僕の前の理想現実、過去未来服、今という自分に出会うために、溢れる夢に応えを出す代わりに、何か失うのは分かっているかな、だけど、Oh, ゆらゆら道に迷いながら、行ったり来たり、前に進むには時間がいるよ。 La 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 la, cause I'm on it on. 旅路は long and round the wine. 立ち止まって見てみる、何を手に入れた、始まってどれだけ笑ってたんだろう、そしてどれだけ泣いたんだろう、語りきれない日々を歌に記そうか。作られた限界はこの世でたくさんあるし、諦めるための理由も十分にある。そう、小さな頃に描いた夢のスケッチはきっと明日の自分のためにある。あなたといることで奇跡を感じる、では午前9時を指す前だ。そう、曲がるべき角で僕ら出会った、長い旅路を共にするため、 La 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 la, cause I'm on it on. 旅路は long and winding. 立ち止まって見てみる、何を手に入れたいじゃなくて、
どれだけ笑ってたんだろう、そしてどれだけ泣いたんだろう。語りきれない日々を歌で記すか。ラララララ Life goes on and on、 旅路は Long and Long Wine。 立ち止まって見てみる、何を手に入れたじゃなくて、どれだけ笑ってたんだろう、そしてどれだけ泣いたんだろう。語りきれない日々を歌って知るそうか。リッキー・ジーさんの AM8 時59分やってみました。すごいいいですよね。この演奏は今コード見てもらったらわかるけど、ずーっとこのコード進行ですから。これをずーっとこう回しているということでございまして。言葉のタイミングがですね、もうすごい絶妙なところなんですよ。ここはすごいパズルゲームみたいなんですけど、ハマった時の気持ちよさとこうリズムに乗れた時、かなり気持ちいいことになると思います。結構ですね、一応リッキー・ジーさんの音源を聞いて、ガゼルでショートカットアレンジなんですけど、最後のサビを繰り返すとこう、ショートカットなんで、ほぼほぼこれフルコーラス、だと思うんですけどね、もしフルコーラスでやってみたい方、サビをね、こう、あとちょっと展開させていくのがいいと思うんですけど、まずはガゼルで、バージョンで練習してみてください。ガゼルのレッスン動画には歌詞とコードが出てますんで、一緒に合わせて練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としては、ガゼル YouTube の簡単バージョンに合わせて一緒に弾いて、歌えて弾き語りできるようになったらすごいと思います。まずこれ一緒に歌うだけでもなかなかこれね、ハードル高いと思うんですけど、ここは楽しいところですから、ぜひゆっくり楽しんでください。一緒にできるようになった方、おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガゼレリ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して、このグルーブ音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、でもね、いきなりね、歌詞とコード、今日歌詞山盛りですからね、全部頭の中に覚えて、アンプして演奏するっていうのはなかなか難しいでしょうから、最初はですね、やっぱ楽譜を見て、練習するのがいいと思います。楽譜を見て何回も何回もやってるうちにいずれ覚えちゃって、海を見ながら山を見ながら大空を見ながらこの曲をね気持ちよく歌ったらもう最高でございます。人生を見つめ直しながらね。はい、でも楽譜ってどこにあるんだろうというふうだと思うんですけども、安心してください。今の演奏はですね、はい、このガズさんのノートに、こう書き綴ったこの楽譜、もう言葉がもう半端ねえっすから、見てこの言葉のぎゅうぎゅうの中の暗号みたいになってますけどね。これを見ながら今ガズは演奏してみました。もうちょっとしたら画面にこんな風に大きくとして、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんということでシェアしようと思うんですけど、その前に今日はこれを紹介します。いつも紹介してますけど、ガズクラブ、これが今日は役立ちますよ。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のリッキー爺さんの AM8.59 を楽譜を含む、ガズが今までYouTube でね、アレンジしまくってきて、もう膨大な数のノート楽譜のね、ストックがあるんですよ。その中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいなって感じで選んでいただいて、もうありとあらゆるジャンルがありますからね。その中から毎月5曲を選びいただいて、即座にデジタルデータとしてお手元にダウンロードしていただき、すぐに練習に入っていきます。この楽譜もちろん全部ガズレレ YouTube レッスンと紐づいてますからね。画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブにはですね、楽譜のダウンロード以外にも楽しいコンテンツ盛りだくさんなんです。まずはですね、毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーが参加できる、ガズオンというですね、オンラインライブセッション大会が毎月2回行われているんですよ。課題曲を見てみんなでワイワイ世界中で盛り上がる、これ最高な体験でございます。そしてね、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあったりとか、皆さんの演奏動画をアップロードできる Facebook の非公開ページ、そこでもいろいろね、スタッフとか僕の、投稿があったりとかしてね、かなり面白いね、村、のオンライン上の村みたいになってますんでね、ぜひ概要欄に貼っておくのでチェックしておいてください。あとこのね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学は今ね、見ていただいている YouTube のメンバーシッププログラムというのを使ってまして、毎月590円で週に2回の、毎週2回のライブ配信による濃厚解説レッスン、みんなでチャットでリアルタイムでやりながらやってます。課題とか課題曲を決めてみんなで深掘っていくんですけど、これ大学なのでね、かなりね、深いとこまでやっております。16ビートぐらいができるようになって入ってくれた方が面白いと思います。
思いますよ。こっちも概要欄に詳細貼っておくんで見といてください。そしてガズさん、毎朝7時半からラジオ配信やってます。スタンド FM というアプリでどなたでもいつでも無料で聞けるめちゃくちゃ役に立ってものすごく楽しい、そしていい話満載のラジオ配信ガズラジ、皆さんぜひこれも聞いてください。365日やってますよと。はい、今ご紹介したこの3つのコンテンツ概要欄に貼ってあるんでぜひ見てみてください。さあ、それでは楽譜を見ていきましょう。 AM8.59 リッキー G さんでございます。ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、 CDmEmCDmG7C、 これもう今日最初から最後までこのコード進行ですからね。今日はもうこれ最初もう何にも、これがかっこいいループ循環コードね。これもうすごいですよ。これでこの世界観表現できるなんてね、やっぱさ、まあ本当に素晴らしい、ね、音楽の素晴らしさ、リッキー G さんの表現力の歌詞の世界観、ぜひやってみてください。で、これ、ここちょっと見てもらうと矢印書いてあるでしょ、これ。これね、かっこいいバージョンでこうシンコペーションといってリズムがズコンズコンと前に食い込んでいくよということで、これ後で解説しますけれども、ちょっと見ておいてください。で、ここから歌が始まっていくんですけど、これ、今日ね、一番難しいのは歌のタイミングです。ガズのノートをこれ見て、VV って書いてあるでしょ、これ2拍、開けて歌が入るよということなんですね。で、そうだ。まずね、お時間ある方はこうやって画面に映しておくので、この通りに書いていただきたいと思うんですけど、ガズクラブ、今紹介させてもらったガズクラブで、このノートので、デジタルデータの楽譜をダウンロードしてもらうのも、今日は特に、いいと思いますよ。ガズのノートの特徴、今も言ったけど、この、休符が書かれてたり、言葉の上にこの点があるじゃないですか。これでリズムを測ってます。そうするとですね、ここなんか見てみると、せーの、ワン、ツー、歩いてきた道、ポチポチ引き返し、うん、ってみて、うん、という感じなんですよ。このね、1、2、これ休符、V は休符、この言葉の上に、歌詞の上に点があるの、ここでリズムが来るよということですよ。ここだけでもすごく深くないですか？もう一回やってみるよ。せーの、うん、うん、歩いてきた道、ポチポチ引き返し、うん、ってみて、うん、こんな感じです。これがね、もうびっちり書き込んでありますから、このガズのノートは。ぜひぜひこれご参考にしていただきたいというふうに思うんですけど、はい。お時間ある方はこの通りに書いてもらってもいいと思います。はい、じゃあまずはこの A1、B1 って書いてある。これでも同じなんですけどね。はい。A1、B1 というふうに一応書きましたと。はい。はい、そして、ここはサビですね。これもコード進行一緒ですからね。ラララララ、ガズオネロン。素晴らしい。全くコード進行一緒。で、ここが間奏がこう、ちょっとこんだけ入って、そしてまた今度、まあ、ここがざっくり2番ですね。はい。2番ですね。はい。こんな感じです。コード進行はもう何回言いますけど、同じです。はい。そして、ここで、ここまで来たら、ここに書いたらサビへ戻ります。で、最後、こうサビを、このサビを2回繰り返して、イントロのこのメロディー、間奏のメロディーをやったというのがガズレレアレンジです。で、今のね、シンプル簡単バージョンはこのイントロこれ1行だけやったんですけど、かっこいいバージョンはここかける2にしてます。ちょっとね、かっこいいバージョンの方がロングバージョンっていうか、まあ、この間奏とエンディングのとこだけですけどね。はい。こんな感じで、ガズレレアレンジしてみました。本来だとこのサビの後に間奏が入って、またサビの繰り返しっていうような構成だったというふうに思うんですけどね。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。嬉しい。コードは5つですよ。C、Am、Dm、G7、Em7 の入門コード5つです。このコードは、ガズレレだともうね、助かる入門コードで、やっております。これ映ってるのはもうね、ほんと簡単ですよ。このコードはこれです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めたい人に、一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループがありまして、そのうちの 5個です。でも10個覚えなきゃいけないの多いなと思うかもしれないと思うんですけど、これね、入門コードなんで、めちゃめちゃ1個ずつ見たら簡単なんですよ。だけど、10個いっぺんにどんと覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画を撮ってます。ガズレレ必須コードの覚え方、概要欄にその動画の URL 貼っとくんで、楽しく覚えちゃってください。はい。じゃあ、ここから今日、かっこいいバージョンの解説、どんどん入っていきます。かっこいいバージョンはですね、リズムですね。コードは全く一緒です。同じ、さっき出てきたこれの繰り返しなんですけど、今度このマークが入って、シンコペーション、リズムがどんと食い込むよということなんですけど、今日ね、これはなかなかかっこいいバージョンは奥が深いですかね。今日出てくるリズムはこれです。ドン。16ビートの茶ということでございます。16ビートの茶のシンコペで、しかもこの16ビートの茶っていうのは、リズムがかなり跳ねてる。
シャッフルのリズムでやっぱりやりたいですね。で、これ原曲を聴くと、ちょっとレゲエっぽくやっぱ後ろにつっちゃっつっちゃっとこう裏の、裏打ちが入ってるんですけど、これをね、裏打ちをやりながらこのシンコペーションを同時にやるっていうのはなかなか、難しいなと思って、ちょっと後でアイデアとして弾こうと思うんですけど、今日のところは16ビートのチャと、シンコペーションということで、ご案内したいと思います。この今映ってる弾き方は、概要欄、説明してる URL、ウクレレでできるリズムいろいろというところに、レッスン動画としてもね、アップロードされてます。それぞれ弾き方のね、濃厚レッスン動画がありますんで、そこを見てちょっとやってみてください。今日ちょっと、やってみましょうか。まずこのイントロというか、まあメインのリズムですね。こんな感じで矢印が入っていきます。ワーン跳ねたリズム、サン、はい、デン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 ダウン、前に突っ込むでしょ、はい。ここでも、ドーン、タカタカ、ドーン、パーン、この感じ。これが、原曲の。デン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 ドンドンドン、前に食い込んで C からここで前に食い込む、はい、これがですね16ビートのチャットシンコペーション、しかも跳ねてるシャッフルのリズムでやるリズムということになります。で、原曲を聞くと、つまりこういう風に聞こえる要素もあるんですよ。デン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 、レゲエっぽいですよね。これを同時に弾くというとね、ちょっとノリが変わっちゃうんですけど、まあ、こだわる、その裏打ちの要素をちょっと入れるとすると、こうなるかなという弾き方を一応紹介しましょう。でん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 、はい。これだとちょっと両方ともいいとこ取りかなと思うんですけど、これはね、なんかガチャガチャしすぎる感じもするんで、本当は一番いいのは一人が16ビートのそのシンコペーションのフレーズを弾いて、もう一人がこんな風にレゲエっぽく弾くのがいいと思う。一応このレゲエのリズムの弾き方っていうのもガズレレで解説してるんで、さっきのねリズムいろいろというところに弾き方の動画、レッスン動画上がってますんで、概要欄のねウクレレリズムいろいろで、レゲエビートもちょっと興味ある方はぜひやってみてください。まあ今日のところは16ビートのちゃんと跳ねたリズムのシンコペーションのリズムやっていこうと思います。これがですね、すごい、かっこいいでしょ。このリズムずっとキープしながら、ラップの歌を歌うっていうんですよ。思いのほか、脳トレ要素です、これは。今日やっぱり一番のポイントは言葉が入るリズムのタイミングです。ちょっとまずさっきやった歩いてきたのに歌い出しからちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、ゴー。歩いてきた道ポチポチ引き返してみて、同じ歩幅で一歩一歩帰ってみる。この感じですよ。この歌い出しのこの溜めるところがすごいでしょ。2拍置いてから、うん、うん、歩いてきた道。この言葉のタイミングとこのグルーブ。で、やっぱちょっとレゲエ、リッキー・ジーさん、レゲエやっぱアーティストの感じで、こっちをちょっと跳ねたような、この独特のね、かっちょいい、歌い方がまたね、すごくこう、いいんですよね。これをまあ、なるべく再現したいなと思うんですけど、まずはですね、ちょっと一回置いといて、リズム通りこの言葉を、入るタイミングをですね、聞き込んで、覚えていく。自分のものにしていく。で、演奏はその16ビートのシンコペーションのリズムをずーっと安定的に淡々とこの進むのがこのかっこいい感じなんですよね。なんで今日はですね、もう本当に時間をかけて取り組むしかもうないと思います。すぐにはできないと思うんですよ。この歌のまず レゲエのところがですね。あとやっぱその、要は1番とか2番の歌詞のその、ちょっとした違いによって言葉のタイミングももちろんね、やっぱちょっと変わってきたりするんでね、なかなかね、深いです。ガズさん、これものすごいね、聞き込んでね、やりましたんでね、楽しんでやってくださいね、これ。このノリはですね、やっぱ体全体で柔らかくね、やっぱりこう、ガチャ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 、なんかそういう感じじゃないじゃん。やっぱ16ビートなんですけど、すごくこう柔らかく、デン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 、リラックスした感じ、力を入れずにね、こんな感じがいいです。La la la la, God's all in on The vision alone and round the line 立ち止まってみたいな、このなんかリラックスしたこのね、この感じがね、やっぱり、ね、大事だと思います。まず16ビートの調を軽やかにこう跳ねたリズムでやる。ここから始まって、だんだんそこに歌を加えていって、このグルーブを、歌でもこうグルーブを高めていく。はい、じっくりいきましょう。で、歌詞の世界観、歌詞の中身はこれはね、やっぱりこう考えさせられます。立ち止まって見てみようとかですね、どれだけ
笑ってたんだろう、そしてどれだけ泣いたんだろうと、こう人生をこうやっぱ思い返す、やっぱね、本当にそういうのをグッと感じながら、感情表現ですから音楽は、はい、そこのとこ大事にしていきましょう。さあそれではいきますよ、リッキー G さんの AM8.59 午前8時59分ガズレレに囲いましょう、やってみる、8.59 やってみました。すげえかっこいいけど奥が深いですよ。これはコード進行だけ見てたらずっと同じで簡単そうに見えるかもしれないけど、そこに、ね、グッと詰まったですね、こう何かこう届きそうで届かない独特のこの世界みたいに、ぜひ皆さん楽しみながら、自分のものにしていきましょう。あとこの本のご紹介、2月15日に、子供と歌を贈れるソングブック発売決定です。今ね大好評で予約受付中です。 Amazon とか書店さんとか楽器店さんとかインターネット書店さんとかもう あちこちで予約受付てます。よろしくお願いします。そしてこれを記念して3月12日は渋谷のタワーレコードでインストアライブイベント無料で、発売記念イベント開催です。ぜひ皆さん来てください。無料です。入れるんですけど、ちょっといろいろな、説明と、あとね、渋谷タワーレコードさんで予約していただくとかなりいいことばっかりです。電話予約で遠方の方もできるということなんで、ぜひ概要欄に貼っておくんで、この件についてチェックしておいてください。2023年はガズレレがスタートしてですね、生誕10周年。
皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。それを記念しましてですね、東京、名古屋、大阪で5月にイベント開催です。5月14日昼間の時間、東京吉祥寺、大阪は5月19日夜の時間帯、5月20日は昼間と夜、2つ時間帯があってイベントを名古屋で行います。詳しくは概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さんチケットご予約いただいて、ライブハウスでお会いしましょう。そしてガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれもYouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このね、アプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですね、かなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから、もう300曲、400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくて、かっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード皆さんぜひ皆さんスマホとかね、タブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使っているこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子 T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションを高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。